フェラーラ。フェラーラ、フェラーラは、イタリア共和国エミリアイコール、ロマーニア州にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約13万人の基礎自治体、コムーネ。フェラーラ県の県都である。14世紀、この地を治めたエステ家によって整備され、ルネサンス期に、文化の中心地の一つとして栄えた。エステ家の居城エステ城が、一般に公開されている。 1995年には、フェラーラのルネサンス期の市街とポーガワデルタ地帯が、ユネスコの世界遺産、文化遺産に登録されている。フェラーラ県西部に所在する都市で、州都ボローニャの北東約 44km、パドバの南南西約 66km、ベネツィアの南西 87km、ベローナの南東約 87km に位置する。 アドリア海に面したコマッキオは東に4 7トルの距離にある。また、市街の北約5トルにポー川が流れており、ベネト州、ロビーゴ県との境界になっている。隣接するコムーネは、以下の通り、ロは、ボローニャ県、ロは、ロビーゴ県所属を示す。ポー川の支流ボラーの川流域にあるフェラーラは14世紀、エステ家によって整備された。 ルネサンス期に文化の中心地の一つとして栄えたが、エステケは1598年、フェラーラから追放され、フェラーラは強行領に編入される。フェラーラの発祥は定かでない。一部のものはここに、古代のフォルムアリエに、ォーラムエイリアニーがあったと主張しているが、おそらく、ポーガワ川口の方の住民らが移住してきたのが、始まりだろう。 そこには二つの初期定住地があった。一つには、聖堂があった。もう一つは、カストルムビザンティの、カストラムビザンチのといい、対岸のサンピエトロ地区になった。フェラーラが最初に記録に現れるのは、七世紀にラベンナ総督府の一部となってからである。八世紀には、カール大帝に征服され、教皇国家の一部となった。 984年には、カノッサモデナ博のテダルドディカノッサ、マティルデデカノッサの祖父に封された。後には、自治都市となり、1101年には、マティルデディ、カノッサ軍に包囲されいる。この時、主にーカール皇族、アデラルディ家など、に、支配されていた。1146年、アデラルディ家最後のシュグリエルモ二世アデラルディが死ぬと、 その財産は名マルケセラの夫オビッツォ一世、デステへと継承された。その後、新たに入ってきたエステケと地元貴族らの圧力が表面化する。オビッツォ二世、デステが1264年に民衆の支持を得て、フェラーラを正式に自身のシニョリアとした。1289年にはモデナのシニョ寄リに選ばれ、翌1290年にはレッジョ領主にもなった。 1393年にフェラーラ公となったニッコロ三世デステはローマ教皇に徴用された。特にエウゲニウス四世はフェラーラで公会議を開催した。ニッコロ三世の子ボルソデステは1452年に神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世は帝国報道としてボルソをモデナトレッチョの公とした。1471年ボルソは教皇パウルス二世によって フェラーラ公とされ、フェラーラ公国が成立した。エルコレ一世イデステは、ベネツヤ共和国との1482年から1484年に参加して敗北したが、1484年に、バニョーロの和議を締結することに成功して、町の破壊を免れたため、フェラーラはさらに繁栄していく。エルコレ一世イは、メディチケ以後の15世紀後半から16世紀前半に、 かけて芸術講演者の一人であり、フェラーラは特に音楽で名声高い文化都市となった。フェラーラにヨーロッパ各国から音楽家が集まってきた。ジョスカンデップレは宮廷で働き、ヤーコプ・オブレヒトは二度フェラーラを訪問した。アントワーヌ・ブルメルは1505年以後、宮廷第一の音楽家であった。エルコレ一世の子アルフォンソ一世でしても同様に音楽家を保護した。彼は 企学曲を好んだので、フェラーラではリュートが盛んになった。アルフォンソ一世は、ボルジア家のルクレツヤを妻に迎え、ベネツヤとの戦いを続行しこれに勝利した。1509年に彼は、教皇ユリウス二世から破門されるが、1512年にラベンナ包囲戦に勝利している。エルコレ二世でしては、フランス王ジョルネと結婚、彼の時代もさらに繁栄が続いた。 1559年に大焼けくらいについたアルフォンソ二世イデステはトルクアート、タッソ、哲学者、チェーザレ・クレモニーニの講演者として知られる。彼はフェラーラの地位を最高に高めた人物であったが、三度の結婚で着手を残すことができず、1597年に教皇クレメンス発生によってコマッキオと同様に後継者不在の報道を返還要求されることにいる。 処刑のフェラーラ公、チェーザレデステを教皇と、皇帝ルドルフ二世は認めず、1598年にフェラーラ公国は教皇領となった。1796年フランスに占領され、チスパダーナ共和国の一部となり、翌年にはチザルピーナ共和国となった。フランス撤退後は教皇領に戻り、1859年にサルデーニャ王国に併合された。 2012年5月のイタリア北部地震で被害を受けた。フェラーラは現在も15世紀から16世紀に駆け作られた9キロメートル以上の死壁に囲まれている。歴史地区、特に15世紀にエルコレ一水デステが建設させた北地区には初期ルネサンス様式のテラコッタ装飾が施された宮殿、邸宅が多い。フェラーラには以下の分離集落、 フラツヨーネがある。FS の鉄道駅として、フェラーラ駅が、パードバとボローニャの途中にある。また、フェラーラ地下鉄が2006年に開通している。高速道路は、アウトストラーダ A13 と、ラッコルドアウトストラダーレ RA8 が通っている。プロサッカークラブとしてスポール、ソシエタポリスポルティーバールスへトラボルがあり、2017から18、シーズンは、 セリエ A に所属している。アルスエトラボル、アルスエレーバーは、ラテン語で、芸術と労働の意。スポールは、もともと1907年に創設された歴史ある、クラブであるが、数度にわたり経営破綻を経験している。2013年の破綻時には、県下のマージ・サン・ジャコメンゼ、マージ・トレッド町に本拠を置いていたエシー・ジャコメンゼと、合併し、スポール2013として再建された。 君主については、フェラーラとモデナの君主一覧も参照のこと。エステキは芸術を庇護し、多くの画家や音楽家が集まった。画家についてはフェラーラ派も参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。